どうもー、へいちゃんでーす。どうもー、ザックンだよ。うわ、お前、モーモーさんから、キリンさんに変わっとるやんけ。なんやろ、ちょっとだけ、羨ましいな。さすがに、へいちゃんのサイズでは、ないやろうな。これ、買ったな。父ちゃん、ちょ、悪い。後で、アマゾン見といて。俺のサイズで、こんなやつ、ちょ、探しといてえな、マジで。あかん。もう欲しいわ、これ。もう、あれやで。パンダはあかんで、パンダは。俺、パンダ嫌いやから。あんな、クマの仲間の癖して、一番人気ありやがって。パンダだけは嫌やね。わかった、父ちゃん。あとでちょっと見といて。しかし、ええな、だくん。ほんまに、へいちゃんは、パンダは嫌いやな。でも、よう考えてみ。目の周り、黒く塗っただけで、パンダなれるんちゃうか。いやいや。マジでパンダは嫌や。何言うたらいいんかな。同じ熊の一族やのに、あいつだけチヤホヤされるやん。なんや、腹立つやん。もっと白熊も見たってやな、ほんまに。白熊絶滅危惧種やで。頼むで、ほんまに。そういえば、俺もよう見て。これ、オリジナルの世界に一枚しかない T シャツやで。父ちゃんに誕生日プレゼントもろたやつや。ええやろ。この T シャツ、背中にもバックプリントでミニクーパーやで。もう、めっちゃシティハンターしとんねん。レアタック、少しぐらい羨ましいやろ。T シャツ1枚と俺のフード付きのキリンさん、どっちがええと思う、へいちゃん。ふふふ、なんでやねん。なんや、そっちの方がええように思えてきよる。悔しいわ、めっちゃ悔しいわ。そんな悔しい思いしとるへいちゃんに、俺も一緒になって探したるわ。な、オッケー、へいちゃん。あかん、反応してもうた。思わずピッポン、反応してもうたかな。何しとんねん、お前。探すなら違う方法で探してくれや。頼むわ、ほんまに。いやいや、今のはわざとちゃうで。ただに、あれやで。一緒に探してあげるわ。わかった、ひーちゃん。のつもりで、オッケー、ひーちゃん、言うただけやで。オッケー、ひーちゃん。お前、また反応してもうてやないかい。何してくれとんねん。もうやめて。もうマジやめて。頼むわ、ほんまに。オッケーだくん。オッケー。そこ反応せんのか、お前。嘘やろ。もうええわ。